リュートナンド・ベソル・エナフは、フランス海軍のデスティエン・ヌドルブ級通法艦9番艦。艦名は、第二次世界大戦中、捕虜となりダッハウ強制収容所に連行されて、死亡したイブル・エナフ海軍隊員に由来する。リュートナンド・ベソル・エナフは、DCN ロリアム交渉で建造され1977年3月21日に、寄港、1978年9月16日に、 浸水、1980年2月13日に収益する。1979年11月3日にカンペールと命名都市の関係を結んでいる。リュートナンドベソルエナフは、海外領土や経済水域の警備のほかに、潜水艦部隊の支援や、法執行活動及び救難を担当し、海洋における諸任務に当たる。2000年6月、グディニアに寄港し、 ポーランドとの多国間演習をバルト海で実施する。同年12月に、航海でのホルアンガル作戦を F794 安静ニュドベソジャクベに引き継いで、東南アジアへ向かう。ジブチに到着して4日後に出港し、2001年1月に、東南アジアマラッカ海峡にて、海賊捜索の任務に就くが海賊を発見することはできなかった。帰路の途中の3月に、 イスラエルエーラートに寄港する。2002年6月に西アフリカ沖合の公海上にてカンボジア席のバルカー、ウィナーを麻薬密輸疑いで臨検した。この際、警告射撃のため2 0ト、mm、ル機関砲を発射、さらに突入した特殊部隊コマンドをジョベールにより、船員12名を拘束する際に不審な行動を取った1名を負傷させ、その後医療措置が施された。 2003年3月には、ガリシア州沖で沈没したタンカーから流出した原油を回収する任務に就く。2004年2月から3月まで、コルンベ75任務のため西アフリカ諸国を訪問する。同年6月には、トーゴロメ沖にて遭難したナイジェリアのフェリー、ドナエルの救助をする。2005年7月22日、西インド諸島にて活動中のところ、 プエルトリコ北東約600海里で不審ボートを発見、拘束し、コカイン1.5トンを押収した。2007年5月14日から25日にかけて、陸軍部隊をラロシエルからキブロンまで輸送するスケレオ演習に参加。この演習では、L9013 ミストラル沖間に洋陸艦、オラージュと第6景気交旅団が参加した。この任務中の5月18日にレシマ付近で、 遭難したウィンドサーファーの救助を行っている。2007年10月には大西洋にてナト諸国海軍とスポンテックス対戦演習に参加する。2008年3月11日から21日にかけてブルターニ半島及びノルマンディ海岸沖でのモールスコール演習に参加する。その後3月末から6月にかけて コルンベ93任務のため西アフリカ諸国を訪問する。2009年10月12日に DCNS のドックに ATM 回収のため入居資格種整備と兵走の交換がなされ、2010年1月下旬に終了する予定。2013年1月21日、マリ共和国への軍事介入であるセルバル作戦で陸軍部隊の輸送任務に従事する。 L9015 ディクスミュードを護衛するため、トゥーロン港からセネガルのダカール港まで航行、1月31日にダカール港に到着する。海軍ニュースパッセージ AU バッソンポア L、アビッソ LV レヘナフ2009年11月6日、レディクスムードデバークアダカー500ソルダイ140、ベイクル。ありがとうございます。